高木です。ということで本日はですね、恒例企画のワースト4をやっていきたいと思うんですけども、最近結構ね、立て続けにコンビニのワースト4やってたんですよ。セブンイレブンとローソンかな。で、あと一つファミリーマートしたいなと思って、僕一番家から近いコンビニがファミマなんですよ。ちなみに最近タマちゃんちさ、引っ越してきたやんか。言うたらあかんやん。まあ、家の近く引っ越してきたやんか、はい、一番近いコンビニって100円ローソン。100円ローソン癖があるな。ちょっと癖あります。家の近くのコンビニって結構なんか好きになりがちよね。確かに。それ超えたらちょっと飽きちゃうけどね。だから本日はですね、ファミリーマートのワースト4を当てていきたいと思います。マジでしょっちゅう行ってんもんな。だいたいね、ここでマイキ君とかみんなと集まったら大乱闘して最下位のやつがファミリーマートまで買い出しに行くっていう、なんかそれ罰ゲームもやってるから、もうしょっちゅう、もう置いてるもん確かに結構わかんもんな。ちょっと今回当てれるかも結構。だから本日やってきたそのワースト4の部門がですね、おにぎり部門、麺部門、フライヤー部門、デザート部門の計4つやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。いい？それでは早速予想していきましょう。いけ、イエーイ、一緒に予想していこう。あんたやキャットフードしか買わんもんな。じゃあまずおにぎり部門から予想していきたいと思います。意外にこんなんあってんやってやつが置いてますね。自己巻き焼きサバとか、サバのおにぎりとかあるんだよ。結構ね、スーパー大麦梅ゆかりとか頼むよ。たまちゃんとか絶対頼まないの。いや、梅ゆかり好きっすよ。好きか、好きなんかい。こだわり銀シャリ塩おむすびってさ、あれ結構人気あるよね。何も具入ってないけど、俺も結構好きで買うんですよ。ってなったら、こんなかったら西洋蒸し赤飯かな。なんか前もコンビニ部門の時に赤飯で予想した気がするわ。赤飯って一番売れにくいんかなと思うんで、はい、予想は西洋蒸し赤飯。じゃあ続きまして、麺部門。ラーメンとかはさすがに売れてると思うねんな。出た、ビーフン。前の時も僕ビーフンで予想したんですけど、ビーフンって売れてなさそうなもんなと思って。ラーメン系はないとして、うどんそうめんとかもあんねんな。あ、そばも売れてそうやな。ってなった時にビーフンか、だし香る、醤油焼きうどんとかある。ちょっとトリッキーな感じ。あー。でもビーフンはもうビーフン1種類しかないんですよ。でもうどんは3種類あるうちの1つがだし香る醤油焼きうどんなんで、こっちかな。はい、予想だし香る醤油焼きうどんで。続きましてフライヤー部門。ポケチキっていうなんか今あれですね、唐揚げくんみたいなの置いてんだよ。どこだろう。チーズだけ食べたことない。どうだ、唐揚げくんの方がうまい。よく見たらこんなあったんやったやつばっかですね。厚切りハンカツとかもあんねや。うまそうやけどね。あ、ハッシュドポテトは好き、一番好き。ファミチキが多分絶対一番抜きやん。ファミチキは間違いなく1位でしょう。その逆、個人的に言ったら僕はぼんじりとか鶏皮とか絶対食わないですけどね。皮って食うんかな。じゃあ炭火焼き鳥の皮で、どっちにしようかな。タレと塩で。塩で。じゃあ最後デザート部門ですね。うん、あんまいものクレープ、なんかすごい癖があるな。でも僕あんまいのすごい好きなんですよね。これは多分あれかな、まあ、秋屋から出てる商品なのかな。うわ、ふんわりワッフルクッキー&クリームとか、どうなんやろ。結構高い、200円超えてくるもん。ワッフルクッキー&クリームってなんかそんなに見覚えもないし、まあほら、プリンのパフェとかやったらさ、200円超えてて、まあ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 欲しいってなるけど、僕やったらこれかなと思います。はい、じゃあ予想ふんわりワッフルクッキー&クリームで、次回今からカメラマンに買ってきてもらいたいと思います。はい、というわけで買ってきてもらったので、今から予想したものと答え合わせしていきたいと思います。机の上にもう落ちてる陰謀。あ、じゃあ、いやいや、もしかして誰が髪の毛陰謀や。ここでするか、言わんといて。さっき吹いたよちゃんと。はい、それではまずおにぎり部門ですね。ちなみに予想は赤飯でした。ファミリーマート売れてない商品おにぎり部門ワースト1は、デデン、何ですか。甘辛そぼろおにぎりです。甘辛そぼろおにぎり見たことない。鶏とスーパー大麦炒め甘辛そぼろ、消費期限10月29日、午後1時。でも言ってる前のあと5時間ぐらいしか。ちなみに翔さんが一番いつもよく行くコンビニで残ってますけど、あ、そうなんや。他のおにぎりないけどこれだけあったりとかは結構僕見かけます。ってことは俺ほぼ毎日行って常連とかやってるくせに、初めて見るわみたいな。ってことで目に入ってないってことなんや、そもそも。そうですね。じゃあいただきたいと思います。いただきます。なるほどな、この大麦ちょっといらんかもって。普通のおにぎりでいいってことですか、ご飯で。
うん、なんか大野がすごい好きなんですよ。梅のやつとかよく頼むんですけど、なんかちょっと鶏と合わないって感じですね。でも美味しい味はすごい。名前見た感じ味濃いもんってやっぱ白ご飯の方がいい気しますよね。うん、ちなみにおにぎりこちら売れてない理由はやっぱりそぼろと鶏と大麦が合えへんみたいな。どっちかって言ったらさっぱり系の、それこそさっき言った梅とかの方が人気があるみたいですね。でもうまいな。うまいはうまいな。うまいな。食べたことなかった。すごい。うん、うん、だんだん合わせてきた。すごい顔。じゃあ続きまして麺部門お願いします。僕の予想は焼きうどんだったな。先生よろしくお願いします。はい、ファミリーマート麺部門売れてないワースト1はてれん、だし香る醤油焼きうどん。おお、正解正解。だし香る醤油焼きうどん、これそううまそうやけどね。そういう匂い。こちら売れてない理由として、まあダントツでやっぱりラーメンが人気らしいんですよね、麺部門だと。その時点でまあうどんだったりとかそばが来るんですけど、そのうどんの中でもこちらは一番売れてないんですよね。でもやっぱりちょっとトリッキーじゃないですか、普通のきつねうどんとかさ、カレーうどんとかに比べたり、やっぱりだし香る醤油焼きうどん何それってなるじゃないですか。なので一番売れてないみたいです。あ、すごい、でもいい匂いする。もう一個ちなみに言っとくと、翔さんの一番よく行くファミリーマートでいつも残ってるのはこれと焼きビーフンです。そうね、ラーメンは全部ね。いや、ラーメンないよね。10時ぐらいに行ったらやろう。あ、そうです。いただきます。うーわ、白菜、もやし、牛肉って感じですね。え、味薄い気がする。薄いすき焼きみたいな感じ。なんか卵とかありそうな気にしますけどね。もう一店舗ファミリーマート行ったんですよ。そこにはなんかすき焼き風焼きうどんみたいな。絶対そっちの方がうまいよ。ほんまにね、味が薄いわ。まあ、あっさりが好きな人とかあったらいいんじゃないかなっていう。甘めの味付けです。すき焼きの味薄いバージョンみたいな。ごちそうさまでした。じゃあ次の部門いきましょう。じゃあ続きましてフライヤー部門よろしくお願いします。僕の予想は焼き鳥、皮、塩。はい、それではファミリーマートフライヤー部門、はい、売れてないワースト1は焼き鳥、皮の塩です。おお、当たり当たり。おお、やっぱそうなんや。でも好きな人はめちゃめちゃ好きっていうね。食べれる？あ、全然皮はいけますけど、コンビニで正直買おうかって思わないですね。わざわざ普通の焼き鳥を買うんですよ。なるほどね。理由、あ、やっぱ結構同じなの。コンビニでフライヤーであえて焼き鳥の皮を頼もうとは思わないみたいな。焼き鳥のももの部分とか、まあ、ネギマとか、まあ、そういうものを頼むと。で、その中でも皮、さらに塩が一番ね人気がないみたいなんで、こちら今回ワーストみたいです。なんかまあ僕のもう一個買わん理由としては、フライヤーって結構時間置くじゃないですか。皮って油多いから油がすごいギトギトになる。皮、いや、あれが皮よ。よく雑誌の裏とかで見るやつじゃない。いや、誰がジャンプの裏表紙よ。いただきます。あ、ほんまに皮やね。あ、でも塩効いててまだ悪くない全然。塩の方が美味しいんじゃない。なんかタレで食ってるイメージいつもあったから、なんか塩の風味がすごい口の中で広がって、うん、まあまあ。ハリー・ポッター。じゃあ最後デザートを予想していきたいと思います。僕が予想したのはふんわりワッフルクッキー&クリーム。それではお願いします。ファミリーマートスイーツ部門売れてないワースト1はこちら、たっぷりクリームのバームクーヘン。え、バームクーヘン、まさか。何これ。あのローソンの味に似てんねんけど、プレミアムロールケーキにめちゃめちゃ似てる。え、絶対これ売れてるっしょ。え、めっちゃうまそうやん。はい、こんな感じです。え、すごいうまそうやけどね。まあ、理由として、まあ、そもそも置いてる店舗が少ない。あんまり見かけないですね。僕初めて見ました。で、まあ税込みで200円で、まあ少しお高め。それでもってこのビジュアルって多分みんなそのプレミアムロールケーキをこう彷彿とさせるから、ちょっとなんか馴染みがないみたいなんですね。たっぷりクリームのバームクーヘンっていうのは、まあ美味しそうやけどね。いただきます。バームクーヘン自体食う何年ぶり。いただきます。めちゃめちゃうまい。予想通り、やっぱりうまい。下手しい、これプレミアルロールケーキよりうまいっていう人おるんじゃない。え、めっちゃうまいよ。え、これ好きやわ。好物。ちょっと一口食ってみて。いいですか。うん、うまっ。てか外はただのスポンジじゃなくてバームクーヘンやからよりうまい。もしかして普通のやつよりうまい説出てるかもしれん。うん。はい、というわけで以上ファミリーマートのワースト4予想して答え合わせしていきましたけども、いや、すごいね、今回全部うまかったね。あー、ちょっと焼きうどんが味薄いかなぐらい。あれをもうちょっと濃くして卵つけたら美味しいと思う。いや、まあそれすき焼きなんですけど、おにぎりも最初はうって思ったけどめちゃめちゃ後からもう大好きになったし、うん、最後のバームクーヘンに至っては今度から買おうって思いましたね。焼きうどんぐらいかな、ちょっと。あー、確かになんかわかるわみたいな。他
ロはなんかもっとこう良さが伝わっていったらもっと売れると思うんで、皆さんもし岡山に行って見かけたら買ってみてもいいんじゃないでしょうか。あとね、鶏皮塩とかね。タマちゃんは皮好き？皮は好きですよ。いや誰が皮かぶってるやん。I'm not